35系客車は、西日本旅客鉄道が2017年に製造した客車である。山口線で運行されている SL 山口号の客車には、1988年7月24日以降は12、K700 番台5両が使用されてきたが、種車の製造から平均45年が経過したことも、あり、2017年9月より行われる。 山口デスティネーションキャンペーンに合わせて新型客車を投入することになったものである。2015年3月30日に製造が発表された。日本国内で普通座席客車が新規製造されるのは50系の製造が終了した1982年以来35年ぶりである。車両製造は新潟トランシスが担当したが同社が発足してから客車を製造するのは これが初めてである。蒸気機関車の牽引列車に充当されることを前提に製造されることから、最新技術で快適な旧型車両を再現をテーマとして、1920年代から30年代にかけて国鉄で SL 牽引列車に使用された、イテ49系、おは35系、おは31型をターゲットモデルに雰囲気を再現しつつ、 最新の安全対策を反映させている。なお、本形式は C57 型、D51 形状機機関車のみならず、電気機関車、ディーゼル機関車に加えて、キア143型機動車による牽引にも対応している。2018年5月24日に鉄道友の会が発表した第61回ブルーリボン賞を受賞した。 開発コンセプトを高いレベルで具現化した点や蒸気、機関車列車を永続的に運行するための一つの方向性を示したことが高く評価され、豪華列車である JR 東日本 E001 系、電車及び JR 西日本87系機動車との三つどもえの大激戦の末での得票数2位から、選考委員会の選定による逆転受賞となった。 JR 西日本が単独で開発した車両がブルーリボン賞を受賞するのは1998年の新幹線500系電車以来20年ぶり2度目で、客車が同賞を受賞するのは2000年の E26 系以来18年ぶり4度目となる。2018年度のグッドデザイン賞を受賞している。腐食防止を図った構成車体となっており、車体断面はストレートである。 屋根は丸屋根構造を基本としつつ、両端のおろて35系の車タンブ及び、スハテ35型のみ、ダブルルーフ構造とした。ただし、ダブルルーフ本来の目的であった明かり取りと換気の機能は持たない。屋根上には冷房装置とダミーのベンチレーターが設置されている。出入口は形状こそ、旧型客車に類似するが、安全性を考慮して、開き戸ではなく、 引き戸としている。半自動構造となっており、ドア横には押しボタンスイッチが設けられている。また、旧型客車にはなかった転落防止ホルも設置されている。編成の両端部には開放式展望デッキが備えられている。尾刀は、マイテ49同様、展望デッキの転落防止策に取り付ける形となっている。内装には、モデルとなった車両の種類ごとに異なった木材を、 不燃化して使用。照明は電球色の LED 照明でモデルとなった車両運用当時の照度を再現できるレトルモードが選択可能となっている。ただし、レトルモードは通常の SL やマグ号では使用されていない。座席はクリーン車であるオロテ35型は二プラス1列の回転式、大型リクライニングシートとボックスシート、 普通車は4人掛けのボックスシートをシートピッチ 1700mm で配置しており、ボックスシートには大型テーブルと 100V の電源コンセントが備え付けられている。各車両に荷物置き場を備える。窓はすべて一段上昇式の開閉式で1、3程度のみ開く。普通車の日よけは横引きカーテンやロールカーテンではなく、 幕板格納式の木製ヨロイドが備え付けられている。なおヨロイドは2018年の運転から使用できるようになった。網棚は前車、不燃化の要請から往年のような繊維製品では作れず金網の網棚とされたが枠をデザイン元と似せて違和感をなくしている。また、客室つまし切り壁に液晶ディスプレイ式の車内情報案内装置が設置されている。 トイレ、洗面所は那覇35型を除く4両に設置。昭和初期のデザインをモチーフとしながらも、温水洗浄便座付き用式便器や自動水洗、加えてに、4号車のお覇35型には、男性用雇用トイレも備える。素派で35型には多目的室と滝のトイレ、車椅子対応座席を備える。このか3号車には、 体験型の運転シミュレーターや投ンゲームなどのイベントスペース、展示コーナーや販売カウンター、作業者控え室が備えられている。電源機器サービス電源用の発電装置として、87軽軌動車、トワイライトエクスプレス Z 風で採用した駆動用ディーゼルエンジンと汎用低圧発電機を直接結合したシステムを採用し、小松製。 ディーゼルエンジン SA6D140HE-3 と汎用低圧発電機 WDM115 をペアとして編成中に2組搭載する。エンジンの定格回転数は 1800rpm で3章交流 440v60hz を出力する。そして1から3位寄りに設置された WAC8A ジャンパ連結器を介して編成に引き通されている。 この他に制御電源用の蓄電池として直流 100V を出力するニッケル水素電池 WNHB1 と直流 24V を出力する鉛蓄電池 TRP15 から6をスハテ35系スハ35型に一機ずつ搭載する空調装置は新鮮外気導入機能を備えた集約分散式である WAU708C を 屋根状に一両あたり二台搭載する。車両異常挙動検知システムを装備しており、連結機は機に車両挙動監視装置を一両あたり二機、車体中心付近には車両挙動表示等箱が一両あたり二機搭載される。空気供給装置空気圧縮機は、除湿装置一体型の無給油スクロール式、w m h 3 1 9 w r c 6 8 0 を編成中に3機に搭載する。元空気ダメ圧は780から880キロパスカルである。各車両には空気圧縮機から供給された空気を貯蔵する、元空気タンクとドアの開閉などで用いる、制御空気タンクを一体化した二室空気タンクが1位台車の1から3位側付近に1機、常用、非常ブレーキで用いる供給空気タンクが、 台車金傍の車体中央付近に2機搭載されている。台車台車は、キハ122.127型機動車の付随台車、WTR248 をベースとした、ボルスタレス台車、WTR251、WTR251、AWTR251 バイトである。SL の牽引性能から、編成重量の制約があるため、 軽量化の要求から軸箱指示方式を、円水積層ゴム式に、基礎ブレーキを、踏みづらユニットブレーキのみ、車軸には、ディスクブレーキの取り付けを考慮しない構造とした。WTR251A は、WTR251 をベースに注射ブレーキを2機、WTR251 バイトは注射ブレーキを1機、追加した。溶断波とセラミック噴射装置は準備工事としている。 ブレーキ制御を統制に優れる電気指令式空気ブレーキ方式を採用する。常用ブレーキ、非常ブレーキ、駐車ブレーキ、大切ブレーキ及び直通予備ブレーキの5種類を備え、増圧機構を有している。基本的な構造は321系以降で採用されたシステムをベースとしており、ブレーキ指令はメタル線による引き同士としている。台車金棒に設置された ブレーキ制御装置 WC117 は、滑走防止制御を内包した構成としており、軸単位で制御を行う。牽引機が自動空気ブレーキの場合に、ブレーキ管圧力を電気指令に変換する、ブレーキ読み替え装置及び非常吐き出し弁装置を、先頭車に、非常ブレーキ時のブレーキ管の減圧を促進する、E 電磁給配弁を、中間車に備えている。 公衆輸送中の35系べて車種の異なる5両で編成を組む。全車普通車指定席だった12系と異なり、最も新山口方の1号車がグリーン車となりグリーン車1両、普通車指定席4両で蘇生されることになる。SL 列車におけるグリーン車の設定は、東日本旅客鉄道が定期運行を行っている SL 万越物語に続き、2例目となる。 車両形式番号は、ベース車両の国鉄35系を踏襲したものとしたが、車番の重複を避けるために全車が4000番台の車号が与えられている。新潟トランシスで製造された五両は、下関総合車両所新山口支所に配属され、2017年6月1日から翌2日にかけて、新潟トランシスも寄りの黒山駅から新山口駅まで公衆輸送された。 同年6月5日には新山口下関間での試運転が行われた。以後試運転が繰り返され、9月2日の運行分から営業運転を開始した。基本的には従来から牽引機として重当されている C57-1 が牽引するほか、11月25日からは D51-200 による牽引12月には C56160 も本客車を牽引した。ただし、C56160 は2018年5月5日に行われた D51200 との重連による SL 山口号をもって本客車の牽引を終了した。また翌6日のツアーの初新山口キリンジ列車、ありがとう C56 号をもって山口線内での運用を終了した。ありがとうございます。